えー、ダンジョン飯の感想です。えー、1月5日2024年です。えー、見ました。えー、っと、ニコニコ動画で見ましたね。あのー、本放送の時、ちょっと僕は意識を失っていたので、えー、気がついたら終わってたので、あ、ダンジョン飯、味そびれたわ、と思ってね。テレビで見れなかった。うん、だから、同日に、えー、見れるっいうのはいいね、なんて思いましたね。えー、1日とか。 3日とか待たないで見れる。これはいい作戦だと思って。ありがとう。そういうキャンペーンを打ってくれて、ダンジョン飯アニメスタッフありがとうと思いましたが、えーと、ああ、ダンジョン飯、ああ、ダンジョン飯ってって、えー、と、原作の1話と2話同時にやってたのびっくりしましたね。えー、ダンジョンに潜って、サソリ鍋食べるだけでは終わらないという、 食虫植物のところなんかもうテンポがよ良すぎてね、えー、大丈夫なんて思ったりもしたんですがまあ残り23話あるみたいなんで、えー、やるんでしょう感想としてはねえっ、ー、となんか懐かしいアニメみたいっていう <laughs> 感想 だからぼ僕の年のねあの、50代のメンマさんがですね、懐かしいって言うんだから、あの、なんだ、あの、まあ、アルプスの少女ハイジとか、ガンバの大冒険とか、あの辺に通ずる懐かしさですね。だからわざとそういう処理してんだろうなと思って、あの、演出処理ですね。だから現代風の綺麗な色味の、 絵じゃなくて少しくすませてるような感じのあとは作画枚数を確保するために割とその影に使う色指定みたいなものが少なく設定されてたりする感じだから今風じゃない人物の描写だけしかないアニメっていうのがたくさんあるわけですよ人が写ってる方がみんなが共感するから だけど、ちゃんとモンスターも描いてるし、えー、料理シーンもしっかり入れ込んでいる。ねあ。今日日あんなに料理シーンを一生懸命描くのはジブリぐらいしかないだろうと。ああ、そうそう。だから、ジブリのご飯の、あ今日金曜ロードショーで千と千尋もやるって言ってね、見ないけど。えー、っと、なのであの、なんか懐かしいアニメ見てる感じするなあっていうので,で、あっという間に見終わった感じですね。 えー、エンディングテーマに、ね、もう、トシとか、なんか、そんなのがいっぱいいて、えー、まあ、そこまでやるんだな、っていうね。ドラゴンやっつけるとこまで24までやるためにこの調整をして、えー、ちょっと懐かし風の絵でやったんだな、と思いました。ああ、ダンジョン飯。やあ、ダンジョン飯っ。つってね。えー、そんな感じだな、と思います。えー、っと、で、 マルシルの声ですね。僕はマルシルの声どうなんだろうっていうのがあって、声優さんこの人で会って、えー、いいんだろうかっていうさ、のがあったんだけど、割とガラガラ声の人なのね。えー、ハスキーボイスですね。で、あのー、主人公の、えっ、ー、と、なんだっけ、ライオス。 ライオスが同じようにこう、ガラガラ声なんですよ。ありゃりゃーと思って、あ、ここでちょっと被ってんだと思ってー、どっちかが綺麗な声の方が良くないなんて思ったんですけど、うんまあこれで行くんならこれで行くんでいいんでしょうと思いました。あと、思ったよりマルシルのその声の芝居がうるさくない。ね。あのプロモーションで やだーっていうのがすごいうるさいなーと思ってたんだけど、いろんなやだのバリエーションを1話の中でやってた。強いやだとあ、あとなんだっけ、えー。あそこのシーンが好きだったね。あの、何でもいいよっていうふうにマルシルが言うんだけど、提案した料理を全部否定してくるやつね。アジン系はちょっととかって。いるよなこういうやつっていうので、 あそこで慌てるあたりとかのテンションとかが、その、うん、あのキノコ鍋食べるときのやだと全然違ってたりとかして、あちゃんとバリエーションでなんとか見れるようにしてんだなぁ、なんていうのが思いました。ただ、やっぱりこのライオスとマルシルの声が性質が一緒だから、そこには何か、意図的なものがあるのかなぁ、なんていうのをちょっと思ったりしました。 まあもうお話は全部知ってるのでねどういう演出で見せてくれるのかなっていうのが一番の興味どころではあったわけですけどまあそこかなあの全体的に面白かったし見やすかったしテンポが良かったし絵も綺麗だったし、えー、よろしいんじゃないですかと思ったりしましたうーんとだからポーパルバニーの回はやらないんだよね、えー 僕もちょっとね、中盤の展開はえ、エルフが出てくる話とかもどうせやらないのになんでエンディングテーマに入れたんだとか、えっと、いろいろ思うところがあるんですが、えー、そうじて面白かったです。30分があっという間でした。これはだから異世界転生とか、 異世界飯ですかあーとかいうジャンルともまた違って、えーね、転生してないですからね、この人たちはね。カーカーブルドの島で、あのそ,その住人として、えー、冒険者をやってるっていうので、まあ、やっぱファンタジーは転生しない方がいいな、なんていうのも思ったりしました。以上です。今日は短めに終わるので、もう一個だけ。 あの話題の,そのスーパーパワーでチート能力を持った人が異世界に行って、何んかするっていう異世界チートなんとかかんとかっていうのも見まして、えー、これがね、あの実にその深夜アニメらしい深夜アニメだったなと思いました。だから そのき昨日かおととい僕「イシュラ」っていうアニメのことをやたらと絵が綺麗って褒めたと思うんですけどそのだから深夜アニメで「イシュラ」のレベルをやるっていうのはかなりの無茶というかお金かかってるとかもしくはスタッフがブラックの労働してんだろうななんていうのを思いまして、えー、そういう無理をしないというか その深夜アニメってこれくらいのレベルで全然みんな見るし満足するしいいよねっていうその30本深夜アニメがあったらまあ28本はこのクオリティですよねっていうところに収まっててでキャラクターきれいに描いてて人の顔ばっかり出ててモンスターのドラゴンは倒れてる一瞬と爪でこう引っかかれたところ以外にモンスターの出番がないとかね いうところもさ、まあうまくまとめてんななんていうふうに思ったりしました。あお話の内容じ自体はいつもの異世界転生のアリューみたいな感じだから、別に良くもないし悪くもない。僕はお話の原作知らないからこっちは、その森の中に入ってったヒーラーの人はどうなったんだろうなぐらいにしか <laughs> 思わないぐらいでさ、えー、あとは別に いつもの、いつもの感じでしょって、俺つえをやるんでしょって、チートって言うぐらいですからっていう感じでしたね。で、同じように、そのマルシルの声の叫び声と、この異世界チートの人も、そのヒロインが叫ぶんですよ。このヒロインがちょっと綺麗な声の人でね。 で、この綺麗な声の叫び声とマルシルの叫び声を比べた場合マルシルの叫び声の方がバリエーションがあるしあとは演出で、ね、その演出がうまいんだなっていうのを思いましたこっちのヒロインの絶叫はねあの可愛さを残しつつですねあのただ叫ぶだけっていうねあ、これだったらマルシルの声の方がいいかななんていうのを思いますこういういのはやっぱ 比較対象があると、ああ、そっか、この声優の人にはこの特性があるから、マルシルの声の人には特性があるから、ダンジョン飯のマルシルで、まあオーディションで決めたかなんかわかんないけど、勝ち残って、うーこの子で行こうということになったんだなっていうのはね、あのこのチートの方のヒロインの声だと多分、これで本当は同じ声優だったら申し訳ない。えー、だけどちょっと思いましたね。なるほど。 千の叫び声を持っている女がマルシルなんだなっていうのがちょっと思えてよかったなと思いました。というわけで、それぐらいです、えー。昨日見たアニメは2本これなんで、まあ、今日もまた深夜アニメありますけどうん、ちょっと今日はね、体調の方がよろしくないので、えー、これで終わりますけど、ありがとうございました。 まあ元気になったらまたいろいろやろうと思います <laughs>。新年早々体壊してんなと思いますけどね。まあしょうがないでしょ僕はもうそういう、そういう体で生きていかなきゃいけない人ですから。ありがとうございました。